それではじめまして、えー、九州 ADC の事務局でファシリテーターをしているヤギータと申します。今回のこの動画では、九州 ADC がこれからのアートディレクターの働き方の指針、まあ、一つの哲学のようなものとして考えているクオリティシフトについてお話をさせていただこうと思っています。なお、このクオリティシフトはですね、 主に現在はアシスタントをされていたり例えば独立をして間もない方のように自分なりのアートディレクションの方のようなものが定まってなくていろいろと迷っている方悩んでいる方に向けて作られています内容についてはですね梶原代表や事務局メンバーあとは KDC に所属している経験豊富な在籍メンバーの方々といろいろな協議を重ねていく中でそのアイデアをまとめていく形で作られましたこれはきっとまあ切実の影響かもしれないんですが新型コロナが2020年の頭に起きたことによりこれからアートディレクターの仕事 というのが、まあ、今私たち KEDC の考えている予測というか肌感覚のようなものですねで。そういう時に今回お話しするような、えー、クオリティシフトという一つの哲学のようなものがあることがそういう状況が変わっていく中でも、まあ、新しい働き方のようなものに対して何かヒントになればいいなと。 思思ってて、えー、お話をさせいいただこうと思いますではまずイントロダクションとしてちょっとデザインの定義についてお話をさせてもらいますね例えばなんですがあなたがデザイン、まあ、デザイナーもしくはアートディレクターというお仕事をしているときにそういう、えー、私はこういうデザインの仕事をしているんですよねっていう話をどなたかにしたとしますきっとその人はじゃあ あなたじゃあ何のデザインをしているんですかっていうふうに聞かれると思うんですがそれに対してですねもしかしたらこう頭の中でふっとあれデザインって一体何なんだろうと考えたことがあるんじゃないかなと思いますまあ個人的な話ですが私は結構そういうことが多々ありますでなんでじゃあそういうふうにですねデザインというものが何なのかを悩んでしまうのかというとですね 具体的に確かに作っているものアウトプットとして最終的に作っているものはですねロゴだったり、えー、まあパッケージだったり宣伝用の写真だったりあとはウェブサイトだったりという何らかの成果物かもしれないんですがじゃあその成果物だけをただ単に作っているのかと言われるときちんとやっている仕事ほど実はまあそのもっと後ろにあるじゃあどうやってその商品を 魅力をこうブラッシュアップしていくんだろうとか他社と差別化するんだろうとか、まあ、世の中にその商品が出たときにどういうふうにすればまあ現場でもっと売れるようになるのかとか、まあ、社会との接点が生まれるのかとかいういろいろなことをきっと考えながらデザインというのはされているんじゃないかなと思いますただですねデザインがじゃあ何なのかっていう話をしたときにまあこれも ありがちな話なんですがデザインが何なのかということの定義が難しいのはデザインは、えー、科学とか数学のように必ずこれとこれを足してもしくはこれとこれを掛け合わせればこういう答えが出ますという一つの正解のようなものが存在しない分野の、まあ、お仕事なんですよね。で そのデザインの定義っていうのが、まあ、曖昧模倣としていてもしかしたらデザインってこういうものだよねっていうのが人それぞれによっても違っているので多分それのことによってデザインって一体何なんだろうということを考えていくと捉え方の定義というのが様々変わってしまいますまあこの状況、まあ、こういう例えばデザインが少し曖昧模倣としている状況だとしても これ実際デザイナー間で話をする時にはあまり問題がないまあどちらかというとですね飲み会とかする時に自分のデザイン感みたいな話って割と盛り上がって結構楽しいトークの話題だったりするんですけどいざそうではなくデザインっていうものをまあきちんと理解していない。 まあ外部の方、クライアントさんとかですね、そういう方の中には、やはりこうデザインイコール表層的なものだよねっていうことを思われている方というのも、残念ながら、やはりまだ多いです。で、ここで誤解を受けていることが、まあ、それは本当にその仕事の依頼の段からあるかもしれないんですが、その誤解があるまま、 仕事が進んでいってしまうとその結果デザインを自分たちが進めていこうとする中で障害が生まれてしまいますこれちなみになんですが、えー、と英語圏でいうときにはデザインという言葉は名詞と動詞で使われ方が変わってきます名詞としてデザインというのを言うときには スタイリング表層的なこと、まあ、表層的な表現ですよね、そういうことというものがどちらかといえばデザインと言われ、まあ、もっと厳密に言うとスタイリングという言い方をされるんですが、これが動詞になって、まあ、例えば言う、アイデザインという言い方をして何か文章を作ったときには、思考も含めた計画的なことをやっているというふうに、幅広い意味で理解されています。 ただ、えっと、日本語ではここがですね、いろいろとちょっと背景はあるんですが、えっと、どうしてもスタイリングっていう表層的なところがデザイナーの担当範疇のような捉えられ方をして、まあ、考えたりとか、そういう,こう情報を整理していくみたいな思考的な部分というのは、ややデザイナーの、えー、作業、まあ、仕事の範囲の対象外のように、 誤解されているということはありますそんな状況なんですがアートディレクターの仕事はここ最近特にここ10年15年の間にどんどん領域が広がっていますもともとアートディレクターという言葉自体はまあ広告業界から発生した言葉なので 主な仕事はやはり広告に関するものだったり、まあ、販売促進とかって言われる部分ですねでの比率が高い仕事ではありますしかしここ数年どん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 アートディレクターの方に持ち込まれてくる案件というのが例えばですけど代理店さんを経由しなくてクライアントさんから直接来たり、まあ、今までだとあまり相談がないタイプの企業さんから お話が来たりとということでどうやったら、まあ、そういう方たちが悩んでいる課題とか、まあ、どうすればこうもっと価値を伝えられるのかそもそも価値自体を上げられるのかみたいなことっていうのが、えー、ケースとして増えているのではないかなと思います実際ですね、まあ、思っているという以前にですねあのここ数年のアワードにエントリーされるものもしくはアワードできちんと評価を 受けているような、えー、デザインとかデザインプロジェクト、まあ、そのようなもうプロジェクト的なものはどちらかといえばそういう広告という分野だけにとどまっていないものが多いんですよね多分この状況というのは、まあ、コロナを受けてですね今後コロナから立ち上がっていく中で きっとこう価値をどうやって伝えていくのかということを悩まれる方、悩まれる企業さんというのが増えていく中で、やはりより相談のケースというのも増えてくると、KDC としては考えています。じゃあ、そうやって今までの広告の分野だけにとどまらない新しい意味でのまあアートディレクションというような仕事、まあ、いわゆるデザインに関する仕事が起きるときに、 じゃあ質の高い仕事って一体どういうものなんでしょうねって考えてみるとこの3点にまとめられると思います1点目は課題が解決できていること2点目はお客さんクライアントもしくは関わる方の美意識の向上に貢献できることそして3つ目の社会実装というのは そのアイデアだったり、まあ、出来上がったものというのが社会に組み込まれる社会の中できちんと、えー、一つの仕組みとして回り出す状態があるというのをバランスよくこの3つがですねバランスよく実現できているものというのがこれからの時代における質の高い仕事になると考えていますこれ例え話で言うとですね 一つなんていうんですかね、えっと、車を運転する時とかをこう思い浮かべていただけるとわかるかもしれないんですが車を運転するのって、まあ、ご自分が何かの目的に向かって走っていきますよね。でその時に何もこう情報がなく例えばどれぐらいあとガソリンがあるのかとか、まあ、今どれぐらいの速度で進んでるのかとか。 まあもっと言うと方向としてこれ言ってるの合ってるのかなみたいなことっていうのが分からずにただやみくもにまっすぐずっと進んでいくと不安ばかりが大きいですよね。でそうじゃない状況できちんとこう楽しくその状況仕事の状況、まあ、これ運転ですけど運転するような状況を楽しもうという時に何らかのケ、えーキ言ったらメーターとかだったりするようなものがある方がいいんじゃないか。 じゃあそれはどういうものなんだろうっていうのを KDC のメンバーの中で話し合うときに出てきた考え方それがこのクオリティシフトになりますこのクオリティシフトは3つのグッドというのをベースにした考え方ですなぜこのような3つのグッドという考え方に至ったのかというとスポーツであれば 明確に勝ち負けがあったり、まあ、ゴールがあったりはするものなんですけどデザインにおいては明確にゴールここが完全な正解ですもう100人が見て100人が納得する正解ですというものはやはりあまりないですねあまりないことが多いんですよねなので最終的にデザインの質をコントロールしていこうと思ったら信じるものは自分自身の主観になってきます まあこういうい、ね、明確に答えがない状態でなおかつ走らなきゃいけないそういうふうな時に何らかの指針がないとやはり不安も大きいですしやはりそれがこう挑戦的なデザインであればあるほどですねその自分の信念を保ちながらこう長期的なスパンで考えて手を動かして作業をやっていくことっていうのが大変です。 なので、その時にこに不安に負けずに高いレベルのクオリティに自分の仕事をシフトしていくための、まあ、フィロソフィー、哲学のようなものとして、この3つのグッドをベースとしたクオリティシフトという考え方を提案しています。えー、個々のですねパーツで言うと、まあ、その仕事のプロジェクトはこう人と向き合っているのか、きちんと。 何らかかの課題解決につながっているんだろうかというのが1つ目のソリューショナルグッド2つ目はやはりデザインとか、まあ、アートディレクターデザイン写真とかいろんな分野で関わると思うんですけどそういう美意識的なものに関わる仕事をしているからこそ、まあ、自分が今やっている仕事はきちんとその感性と向き合っているのか、まあ、そういう美意識と向き合っているのかもしくは その人の心を何か動かすような美しさだったりアイディアのようなものだったりというのがきちんと表現できているのだろうかそして3つ目としてソーシャルグッドと呼んでいるんですがそのプロジェクト自体がきちんと社会に向き合っているんだろうかこの3軸を軸に自分の仕事をこう 見返してみたりもしくは自分の仕事を考える時にこの三軸を埋めていくような形で仕事を俯瞰的に見ていくようなものその哲学の要素にあたるものそれがクオリティシフトになりますまあクオリティシフトの3つの質問というのはこういう感じですね。